森永の今の居場所、それは。鈴木太一さんですね。少々お聞きしたいことがありまして、お時間いただけないでしょうか。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない。いろいろやることがあるんだ。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか。桐生一馬さん。ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか。何の用だ。すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは東城会の大門担がせてもらってる人間です。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私森永と申します。横にいるのは私の弟分の愛蔵です。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは。堂島会長の行方です。行方。ええ、実は昨晩会長は山笠組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。堂島会長が面会終了後、単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うため、ここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動を取ったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。まさかその運転手が東城会の4代目桐生一馬さんだったとは。正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、堂島会長の行方何かご存知ではないですか。俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんですね。ああ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか桐生さん。本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか。見捨てる。そうです。東城会は今大きな選択を迫られています。
福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪の場合。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか。そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか。愛蔵、自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直四代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は四代目の作った東条会を守りきるって。愛蔵、今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と東条会は格が違う、五分の杯なんかありえないと。でも会長は四代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、四代目、あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。堂島会長は友達じゃねえのか。愛蔵、どういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまで白切り通すんだよ。愛蔵、その手を離せ。離せと言ってるだろ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと、そういうことですね。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。なんだと。あなたが東条会の四代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですがあくまで1階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。仇に手を出すってのか。間違いは承知の上、しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。話せ。変化正気。4代目、俺が知っていることは全て話した。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。おい、まゆみ、勝手に出るな。俺が出るから。どうした？助けてもらえませんか？いや、鈴木さん。
お前らどうしてここに。事情は後で説明します。それより兄貴、森永の兄貴の治療をさせてもらえませんか。すいません、鈴木さんには迷惑かけるなってこいつに言ったんですが。兄貴、しっかりしてください。兄貴、帰りなさい。ああ、真由美。ん？悪いんだが今日は家に戻ってもらえるか。でもこいつら俺の昔の友人の知り合いなんだ。ちょっと男同士積もる話もあるんでな。頼む。お世話になりました、四代目。役に立てなくて悪かったな。いえ、四代目が堂島会長を見捨てたわけじゃないということが分かっただけでも十分です。気をつけろよ。はい、それじゃ。あ、そうだ、桐生さんに一つ伝えておいた方が良いことが。なんだ。あの女性、真由美さんでしたっけ。あの女には、お気づきでしたか。それじゃ。青山組長、それじゃやっぱり堂島会長を誘拐したのはあなた。何をしてるんだお前、早く銃を下ろせ。答えてください大吾。お前何をしてるのか分かっているのか。俺は会長代行、仮にも東条会のトップの人間だ。それでもお前撃つというのか。回答次第では。兄貴、これは空砲だよ。あらかじめお前に渡した拳銃は空砲にしておいたんだ。お前みたいなチンピラに実弾入りの拳銃を渡すわけがないだろう。間違って撃って肩に弾当てたりしたらお上と戦争になっちまうからな。
俺は身内の不祥事に厳しい。それは知ってるよな、森永。青山組長。お疲れ。兄貴森永。青山、貴様。おっと、四代目は引っ込んでてください。これはあくまで身内の問題、登場会のしつけの一つですから。貴様、感謝します。あなたが来てくださったおかげでここから無事に出られそうです。なんだと。こいつらがまだらめ首長。なんやと。親父、おい、救急車や。早親父を病院に運ばんか。貴様、何者で。説明してもキリがなさそうだな。相沢。はい。お前は森永を連れてこっから出ろ。俺が足止めする。でも。早く行け。絶対に、絶対にそいつを死なせるな。はい。親父ば刺したとは貴さん。違う。と言いたいところだが、今は納得してもらえないだろうな。言い訳はよか。きっちりここで弾取っちゃうけん。死に去らせ、ボケが。話と違う。四代目は人は殺さない、情けのある男だって。誰に聞いた。それは誰に聞いたかって聞いてんだ。登場会の子さんの。俺はな、そんなに優しい人間じゃねえ。どんなに素性を隠して生きていてもな、中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ。俺は計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ。よく覚えておけ。次はねえぞ。なんで俺なんだよ。どうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。こうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。いい加減にせえ。登場会の頭張るんやったらそない弱気なこと口にすな。これ以上わしをがっかりさせんな。なんとか言えよ、兄弟。俺は言われただけなんだ。四代目桐生さんを引っ張り出せばそれでいいって。なんやと。言われたって誰に。誰に言われたんや。それはあんたの。兄弟、
おい兄弟、喋りすぎですよ大公。お前は森永。こんな再会は嫌だったんですが、四代目。お前動かないでください。次は頭を打ち抜きますよ。どういうことなんだお前、最初から大吾を裏切っていたのか。裏切りですか。けなげに働く舎弟を見捨てて一人逃げ出した会長も俺には十分裏切り者に見えますがね。青山に打たれた傷は、あれは芝居だったっていうのか。私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだった。まだらめ組長同様、万一のための装備はできていました。鼻から青山とつながっていたというわけか。でもなぜ青山を殺す必要がある。口の軽い極道たちが悪い。桐生さんにちょっと脅されただけで余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。待て森永。何ですか。目的を聞かれても答える気はありませんよ。お前の目的なんてどうでもいい。だが一つだけ教えてくれ。相沢はどうした。相沢は人の裏をかけるような男じゃない。お前が大吾を裏切ったということを知れば、奴はどんなことをしてもそのことを俺に知らせたはずだ。答えろ森永。相沢は今どこにいる。本当にあいつは可愛いやつでした。だが知りすぎた。裏の裏までを。まさかお前。犬吠山の山中に埋葬してきました。私自らの手でちゃんとね。森永、貴様来るなって言っただろうが。うぅ、来るな来るな。あかん、今言ったらあかん。今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんです。そしてあなたにも死んでもらっては困ります。四代目森永。全ての答えは東京にあります。待ってますよ桐生さん。特別にお前ら二人ともに森永の居場所を教えてやる。森永の今の居場所、それは警視庁神室署地下2階の霊安室だ。誰さん。相変わらず声でけえな。現場で大声出すなって言ってんだろうが。すいません。でなんだ。いや、ガイシャが手に持っていた拳銃なんですが、あの拳銃からガイシャのものとは別の指紋が。別の指紋。ええ、しかもその指紋なんですが、昨晩芝浦埠頭で視察隊で発見された
元東条会組員森永の殺害現場にあった指紋と一致しました。なんだと？でその指紋身元は割れてんのか？はい。ですがこれがちょっと。待ってましたよ。四代目、お前は相沢、兄貴分だった森永を裏切って殺したのもお前なのか？途中までは計画通りに行ってたんです。森永さんも今の東条会の在り方に疑問を抱いてた一人です。いろいろと協力してくれました。だが森永さんは福岡で堂島会長がいなくなってからというもの、俺に計画から降りるよう迫ってきた。森永さんは俺にこう言いました。お前には桐生一馬を超えることなどできない、今すぐこの計画から手を引けとね。福岡であなたに接触したのは間違いでした。あなたは危険すぎる。あなたのそばにいる人間は皆あなたの魅力に引きつけられていく。相沢、でもそれが生まれ持ったカリスマだって言うなら、そんなんだったらずっとあんたが東条会のトップやってりゃよかったんだ。違いますか？